私たち の, この生活の中でほんのこう数十センチぐらい の, この距離で全てのものの情報が得てしまう、まあ、iPad だったり iPhone だったりコンピューターだったりとかこうすごくこう欲しいものがすぐ手に入ってしまうという時代の中で、ある種情報のこのコンピューターの情報の中に建築がこう埋もれてしまってるっていう風な、そういう時代になってきてるのかなってすごい思いますね。だからなんかこう建築工事自身っていうのがちょっとこう急須になってきてしまってるのかなっていう風に、こうある意味ちょっとこう感じてるところはあります。これからの時代っていうのはなんかおそらくこう建築を建てるという行為自身の意味が問われる時代になってくるのかなというふうに思うんですね。本当の建築のやっぱり意味ですよね、存在する意味みたいなものを考えてみると、やっぱその建築の持つ場所性とか固有性ですよね。私たちはの立ち振る舞いっていう言い方をするんですけど、なんかそういうものなのかなと思うんですよね。その建築的なっていうのは多分感覚的なものでも印象的なものでもなくて、なんか非常にそう、まあ建築家としては自律的な感じ、まあ、自律的なものかもしれないけれども、まあ、逆に言うとその周辺環境とか環境から来る多律的なものっていうのをやっぱ同時にやっぱ含んでるからこそ、その、まあ、建築の可能性っていうのを秘めがあるのかなっていうのはずっと思っていますね。うまい例えなのかどうかわからないですけど、例えばトゥリー、木ですよね。木あるじゃないですか。あれって同じ木でもやっぱりそれはなんか世界中いろんな木があって、まあ、今ちょっとパナマの方で仕事をしてるんですけれども、全然やっぱり日本の木と当然違うんですよ。それはなもう単純な話なんですけど、まあ、それは気候ですよね。すごい高温多湿で雨が多い。でそうするとなんかすごいことにですね、葉っぱがだんだんこう大きくなってきて、こうよーく見てみるとそれはなんかその生態系、要するにその森の中の生態系の、まあ、地面に生活している動物たちにとってもなんか多分日差しになってるんですよね。雨が多いんであまりにも、そうすると直接当たらないでそこでちゃんとしたその動物の居場所を作ってるんです。でその木っていうのは別に誰かがこうしろって言ったわけじゃなくて、非常にそれは多分持ちつ持たれつの関係でできたなんか非常に自然な状態だと思うんですよね。でそう考えてみるとなんか建築もそういう状態っていうのが作れるんじゃないかと思うんですよ。まあ私たちの思考がすごい単純化して言うとですね、こういうこれまあ先生なんですけど、こういうものに例えられるのかなと思ってるんですね。で、まあ、扇子の機能を考えてみると、まあ、こうやってこう風をこう起こすこととこう畳んでこうこれ持ち運んでこう持ち運んで、まあ、そういう2つの、まあ、例えば機能がありますけれども、でそういう2つの機能をその果たすためにこの紙ですね、紙とこういう骨っていう2つの素材また構造っていうものが必要になってくる。まあ、そしてこういう扇形をした蛇腹状の、まあ、最終的なこう独特の形ですよね、特色のある形が生まれてくるんですけれども、扇子がすごいところはですね、その機能を凝縮しているっていうその機能っていうのが実はこの風を起こすことと畳むこと以外に多分その時代を超えてですね、いろんなこう新しい使われ方を多分したくたと思うんですよね。例えばこう広げてこうやって投げて遊んだりとか、あと当然こう叩いてみたりとかですなんかそういう機能的を突き詰めた結果、それ以上のまたこう機能が出てくるっていうことが実はとっても豊かなことなのかなと思うんですよね。
そういうものを、まあ、建築でも、まあ、作っていきたいなっていうふうに思ってます。結構だから私たちこう街に転がっていて何かに変わることっていうことがすごく興味があるんですよ。まあ、例えばあのなんか四国とかでこう街歩きをしていて基礎のあの建物の基礎が急にベンチになったりするところが発生したりとか、なんかそういうこのちょっとしたことっていうか、なんかこう行為自体がすごくこう大事な場所なんだなっていう、ね、なんかそういうこうなんかそういう場所居場所見つけみたいなのがすごく好きで、でも多分そういうところが建築にもこう反映できるっていうか、これから やっていくべきところなのかなっていうふうに。ベンチっていうのが一番もしかしたら本当に一番なんか多分都市と人の接点としては分かりやすいかもしれないですよね。まあよく私たち本当にこう都市と自然のことをこうよく設計してるんですけども、まあ、特に顕著にやってる方なのかなと。本当にこうワンシーズン一個都市で一個郊外常にこう行ったり来たりっていうリンクがある中で、正直私たちの中ではこう建築的な思考を変えるということを全く思ってはいなくて、例えば自然をこう満喫するために生活っていう、まあ、役割みたいなものをゼロにしちゃうっていうことは全く思ってできないことですので、またでも都市に住むということは、まあ、完全に自然っていうのがなしだよねっていうことでもないのかなっていうふうに思ってるんですけど、さっき武井が話したような、うん、建築自身の持ってるこう自律的だけども自律的なものっていうことなんが一番こう大事というか、そこが一番焦点を見てるところなのかなと思いますけども、だからそこが一番あの大切、逆に言うと大切というか、その住宅と公共建築とか実はこれからはすごい近くなるんじゃない、逆に言うと公共建築がだんだん住宅化してくるというか、非常にこう居心地がいいものにならざるを得ないというかなってくるんじゃないかと思うんですよね。例えばこういう壁が、まあ、今ここ住宅の室内ですけれども、なんかこれがだんだんこう大きくなっていって、なんか例えばあるビルとか高層建築の外壁になったとしたら、それが実はすごい大きなスケールになると、例えば都市の庇になったりするわけですよね。ずっと大きくなっていく、そこっていうのは決して切れないものじゃないかなと思ってます。建物がやっぱり何かこう考えるきっかけを与えるっていうことの方が重要だと思うんです。でその建物のなんていうか持ってる、なぜここにこんなものがあるのっていう、でその建物の存在意味みたいなものを誰かが考え始めた途端に、その建物は非常に社会性を帯びるというか、そこで あっていいのかどうかも含めてですよ。そういうことが建物をもしかしたらなんか建築のもしか本質かもしれないですね。